スタブロポリソビエト共和国は1918年1月14日から7月7日にかけてスタブロポリ県に存在したロシア社会主義連邦ソビエト共和国の構成国家である。ボリシェビキとダハとの激しい争いの末にソビエト権力を受け入れたスタブロポリ県人民代表大会により1月14日に成立が宣言された。 県ソビエト執行委員会議長には、マクシマリスト党から、グリゴリー・メシチェリコフが就任し、二十一日夜に、発足した人民委員会議の議長には、ボリシェビキから、アレクサンドル・ポノマリョフが就任した。ソビエト執行委員会は、帰還し、ブラスティトルーダを発行し、一月中には、人民委員会議によって、銀行の国有化、八時間労働制の導入、村役場の村、 ソビエトへの切り替えが行われた。2月9日には革命裁判所が設置され、4月には赤軍第一スタブロポリ革命大隊が形成され、土地の小作能への再分配も行われた。夏頃には、モスクワ、バクー、ザリーツインなどの工業地帯にパンを輸出する措置も取った。しかし、政権運営をめぐる争いから4月28日に、 社会革命党がスタブロポリで軍事革命委員会を発足し、ポノマリオフラを逮捕する事態に至る。逮捕者はほどなく釈放されたが、5月9日から14日にかけて開催された臨時県ソビエト大会によって人民委員会議は廃止され、その権能はボリシェビキがほとんどを占める県ソビエト執行委員会幹部会へ移された。その後、 7月5日から7日にかけて開催された第1回北、カフカースソビエト大会において、スタブロポリ共和国は、他のソビエト共和国と共に、北、カフカースソビエト共和国へ再編されることが、決定された。ありがとうございます。